です。今回はまた羽田で飛行機の事故がありましたよね。それによっていろんな話が出てきてて、一つ気になったのが、ペットが荷物室に2匹いたんですよね。それがやっぱり助からなかったという話から、ちょっといろんな意見があるみたいなので、まあちょっとクアラもね、猫なので猫の立場でちょっと話していこうかなと思ってます。一言に思えなかったのでね。ただね、うちはまず飛行機に乗ることは絶対ないと思う。飛行機には乗せないってことになってるんで、旅行に行くときはだいたい家に留守番してシッターが来てくれるってそういう感じですね。当時はね、ペットホテルとか行ったんだけど、ペットホテルもやっぱりつまんないから、やっぱり家にいた方がいいっていうことで、家にシッターが来てくれるっていう形にうちはなってます。まあ、あんま最近旅行にみんなで行くことがないみたいなので、ほとんどみんないるんだけどね。そんなことでちょっと話していきます。まあ大前提として、まあ人って自分の考えが正しいことだと勘違いしている生き物なのかなって感じがします。自分の考えが正しいっていう錯覚を起こすような感じですね。本当は違うのかもしれないけど、自分が正しいんだ、それが答えなんだと思っちゃう生き物なのかなと思ってます。まあそういう考えでみんなが考えて、人間の社会もそれぞれ出来上がってっちゃってるのかなと思うので、例えばね、沖縄でいるヤンバルクイナーという鳥がいるじゃないですか。そのヤンバルクイナーという鳥は希少な生き物なので、天然記念物に指定されてましたっけ、あれは。なので扱いがすごいあれなんですよね。すごく大事に扱われてるイメージなんですけど、石垣島にね、シロハラクイナーという鳥がいるんですよ。ただその鳥は割とそれほど貴重、まあ普通にいるんですね、結構。なので貴重な鳥として扱われてないので、同じ命で同じような鳥なのに全然扱いが違うんですよ。で、観光客に来ればヤンバルクイナなんか見つけたら大騒ぎしてみんなで写真撮るんでしょうけど、まあシロハラクイナなんて別にもう道路渡って車で引かれちゃうような、そんなような扱いです。なので全然同じ生き物で同じ命なんですけども、人の価値観で扱いが変わってしまうっていうのも実際ある話じゃないですかね。これごく一部の話ですけど、いろんな場面でそういうのは見受けられるかなと思います。あとね、これはあまりペットの飛行機に乗せるとかその辺とあまり関係ないかもしれないんですけど、お正月とか初詣にみんな行くじゃないですか。で、神様に手を合わせて、いい年でありますようにとか、すごく希望的なお願いしますよね。で、特にね、今年の2024年1月1日っていうのは、一粒万倍の日とかね、天赦日って言って結構ね、縁起のいい日なんですって。それがね、両方とも重なるっていうのは、一粒万倍の日っていうのは70年ぶりって言ったかな？それとかね、天赦日っていうのは年間に5日間ぐらいしかないみたい、5日ぐらいしかないみたいなんで、そういう貴重な日が重なってる日なんですって。なのですごく開運の日ってことで、すごく縁起のいい日だったみたいなんですけど、まあね、初詣に行ってみんな手を合わせて、まあ1年間で一番みんな神様に手を合わせた日なんじゃないですかね。そんな日に大地震が来たりとか、津波が来たりとか、その次の日には飛行機の接触事故、ってか衝突事故を起こしちゃったりとか、これいろいろどうなのかなってちょっと考えちゃいますね。なんとなく自然と神様っていうのはなんか同じような感覚があるんですけど、大体人って前にも言ったんだけど、自然にひどい目に合わされてませんか。そんな気がするんです。すごく心をきれいに感謝の気持ちとか、すごくわかります。神様とかそういうの大事だと思うんですけど、ちょっとその神様に対しての価値観っていうのがどうなのかなって、根本的にちょっと見直した方がいいのかなって思っちゃうぐらい、今回はかなり
裏切られたような気持ちになってる人もいるんじゃないかなって思いました。そんな初詣に行って希望的なことをお願いしたね、何時間後には命を落としちゃったなんて人ももしかしたらいるかもしれないし、その辺考えるとちょっと辛いですよね。あとね、その被災地のところで復興よりもどっかに移住することをちょっと考えてみましょうみたいなことを言った意見があるんですが、それに対してもやっぱりいろいろと揉めてますよね。ただ長い目で見るとその代々ここに住んでるからとか、その先祖の方って今生きてる人たちを不幸にさせてまでもそこにずっといてほしいとか、伝統を守ってほしいとか思ってるんでしょうかね。ちょっとその辺がよくわからなくて、今の時点でこんなこと言うのは不謹慎だっていう話ももちろんわかるんですけど、この不謹慎っていうことでさも正しいことを言ってるように聞こえるんですけど、長い目で見るとこういうタイミングじゃないとやっぱり二の足踏んでるような人もよしじゃあそうしようって思い切った判断にするきっかけにもなるのかなって、こういうタイミングはと思ったりするんですよね。ショックドクトリンって言葉があるじゃないですか。ショックドクトリンっていうのはあんまりいい言葉じゃなくて、例えばこういう緊急の天変地異があった時とか、人がちょっとパニック状態にある時にあんまりみんなが反対するような法案を通しちゃったりとか、そういうのをなんかしてしまう、どさくされ紛れてね、そういうことやっちゃうっていうのをショックドクトリンなんていうみたいなんですね。それをね、ショックドクトリン正しく使うんであれば、こういう長い目で見たらこっちの方が絶対いいんだよって、頭のいい人たちが、上の人たちが舵を切って国民をうまく誘導するっていうような形を取るのはこういう時だといいのかなっていう気はしました。なので、神様に対しての価値観とか、その先祖がどうだとか大事なんですけど、その辺の感覚はちょっと根本的に見直してもいいんじゃないっていう気はしました。それで、飛行機にペットを乗せるということですね。貨物室に乗せるのか、客室に乗せるっていう飛行機会社もあるみたいですね。スターフライヤーでしたっけ、そこはなんかそういうサービスもあるなんていうことも聞きました。あれはどうなんでしょう。やっぱり避難の時は出せないんですよね。なので余計そっちの方がちょっと、きついんじゃないって感じはしますけど、置いていかなきゃいけないってことですもんね。それはそれできついのかなと思うんですけど、まあそもそも、飛行機に乗ること自体が、どうなんでしょう。動物と出かけるときって大体車、100歩譲って車かなって感じはするんでしょうけど、飛行機っていうのはやっぱ沖縄とか行く場合はやっぱ飛行機になっちゃうのかな。時間もね、船だと長いしね、あれですけど、ただ人間はどんな子供でも沖縄に行くには遠いから飛行機に乗らないといけないんだよ。うん、分かったってことですよね。飛行機に乗るには空を飛ぶ乗り物で、空を飛ぶにはすごくスピードを出して上に飛んでいくんだよってことで、まあそういうことをあらかじめ知った上で乗ると思うんですよ。まあ最低限のことは。で、大体沖縄まで2時間半から3時間半ぐらい、3時間ぐらいかかるよっていう話も聞いてて、あとどれぐらいかな、景色見て、なんかどんどん沖縄っぽいのが見えてきたとか、いろいろ話も聞いた、言葉もわかるしね、わかるんですよ。だから怖くないですよね。ペットは、言葉は基本通じないが、クアラは一応わかるんだけど、一応、動物はわかんないですよね。だから、いきなりその日の朝が来ると、ケージに閉じ込められて、まあ、車かなんかで飛行場に連れて行かれて、フロントで預けられて、フロントっていうか受付のところでね、で預けられて、荷物として扱われて、なんだかわかんないベルトコンベヤーみたいにウィーンと行くわけですよね。で、まあ、飛行機の中って、とりあえず空調が効いてるのかよくわかんないんだけど、客室ほどちゃんと効いてねえんじゃねえのってちょっと思ったりするんだけど、その辺どうなんでしょうか。で、窓がないじゃないですか、まず。で、どういう風になって入っていくのかっていうのがちょっとわかんないんだけど、
まず飛行機に乗せられてるかどうかっていうのも動物は分かってないですよね。で、飛行機が飛ぶものってことももう当然分かってないし、なんだか分かんないけど箱に閉じ込められて変なとこ連れてこられたって言って、もう飼い主に会えないんじゃない、このまま殺されちゃうのかなぐらいに思ってるかもしれない。で、その飛行機に乗せられて、そこが何なのかも分かんないところでいきなり加速して、で、すごく上昇していくので重力が変なかかり方をしたりとかしてね、で、気圧も変わるからなんだか耳がおかしくなって、動物って耳おかしくなるのか分かんないけど、とりあえず気圧も変わると、で、ちょっとカーブすると変な G のかかり方してる。まあ本能的に想定してないことがいっぱい起こると思うんですよ、飛行機に乗ると。で、揺れるし、で、中寒いのか分かんないけど、上空に行くとマイナス50度とか、寒い時はね、上空飛んでる時って、まあ国際線はそれぐらい行っちゃうのか、まあとにかくマイナス何度っていう世界なんですよね、上に飛んでいくと。それで寒い、もし空調はもし客室ほどちゃんと効いてなかったら寒いんじゃないと思ったりとか、あとどれぐらい乗ってんのこれにとか、ずっとなのっていう、すごい不安だと思うんですよ。で、なんとか着陸する時が来て、ドスンってすごい衝撃があったと思ったら、その急ブレーキがかかるわけですよね。で、急ブレーキがかかって、もうなんだかわけわかんない状態で、よくわかんないことがいっぱい起きると。で、やっと飼い主に会えるってことになるんですけど、それって多分動物にとっては、多分生きてる間に忘れることのできない怖い経験なのかなって思ったりするんですよね。まあ慣れてれば何回も乗ってるうちに慣れてくるのかもわかんないですけど、その時点であんまり動物っていうか、そのペットを本当に家族のように可愛がってる人だったら乗せないんじゃないのかなって思ったりします。で、どうしても乗せなきゃいけないっていう状況だったら違う方法を取るんじゃないですかね。外国だったらしょうがないけど、国内だったら船にするとか、もう目の届くところにないとやっぱり不安ですよね。で、今回そういう形で残念ながら燃えちゃって助からなかった命があるということで、室内にやっぱり運びたい、持っていたいっていう人もいるみたいで、そんなサービスもあるっていうのを聞いて、一応知らなかったんですけど、スターフライヤーは。ただ民間企業なので、そこは儲かるんであればやるんでしょうね。あまりにもペットの、もう絶対ペット飼ってるよっていうような感じの世の中になってきて、旅行もペットと一緒に行くんだっていう、そんなような世の中になってきたら、もしかしたら、この瓶はペット OK です。この瓶は、ペットはダメですとかいう風な感じになるかもしれないですね。で、しっかり料金を取って、人間並みに取れば、航空会社はやるんじゃないですか。で、よくネットで席を決める時とかも赤ちゃんのマークが出たりするので、席にね、そうするとゆっくり休みたい人はこの赤ちゃんのマークの近くは選ばない方が良さそうですねっていうような感じの配慮があるじゃないですか。そういう感じで犬の顔があったり猫の顔があったりっていうような時代が来るかもわかんないですね。そうなってきたら、もうそういう飛行機に嫌な人は選ばなきゃいいしっていう風になっていく。で、あと命として法律も変わって物ではなく、ペットも命と同じように大事だとなれば、そのシューターっていうんですか、滑り台みたいなやつ、あれも一緒に抱えて降りても大丈夫なような素材でできるとか、そういうような対応が出てくるのかもわかんないですね。もしそうなっていくんであれば、本当にペットと人間が共存していく社会が今後出ていくんであれば、まあ航空会社は儲かるんであれば、そういう需要があればやっていくと思うので、とは思うんですけど、今の時点では厳しいねっていう話ですね。ただのもう一番幸せなのは、満足をしてるのは飼い主だけっていう話ですよね。周りもだって犬なんか持ってたらもう嫌じゃないですか、隣に。で、犬猫自体も飛行機に乗ることも嫌だし、さっきの話でね。で、一番満足を得てるのはその飼い主だけ。飼い主の自己満足みたいな感じで、
周りが我慢するっていうような状況が今の現状なのかもしれないですね。この先どうなるかわかんないですけど、まあ今後どうなるのかっていうのはやっぱり平均的なところを取っていくんでしょうけど、どの人もある程度のところで妥協点で落ち着くところで、まあそこが一番大事になってくるのがモラルとか道徳心が、まあ最優先にされていくのかなって感じはしますね。まあ正直やっぱり家族と一緒に行動はしたいっていうのは桑原としてもあるんだけど、やっぱり飛行機はちょっと今のは怖いですね。そう、ちょっと乗りたくないなっていうのはあります。まあそんな感じでちょっと今回のまあ意見を述べてみました。空撮とか旅行の動画をメインに上げていくので、これからもよろしくお願いします。それでは、バイバーイ。